京都府京都市の第二京阪道路の本線上にある料金所である。大阪府内の均一性料金区間と京都府内の距離性料金区間の境界にあたる。京都方面の料金所では、角間 JGT 型の南インターチェンジ間の均一性料金の徴収と通行券発見を大阪方面の料金所では、 入口インターチェンジから本料金所までの距離制料金と本料金所方の南インターチェンジ間の均一制料金の徴収を行っている。二0 1年の第二京阪道路全線開通までは大阪府内にあるのは平方東インターチェンジのみであったため京都方面の料金所では平方東インターチェンジを入り口とする通行券発券を大阪方面の料金所では 入口インターチェンジから平方東インターチェンジまでの料金徴収を行っていた。なお、2010年3月20日に本線料金所に隣接する形で京田辺松屋 IC が設置され、さらに2017年4月30日に本線料金所のすぐ京都寄りに八幡京田辺ジャンクションが設置された。2003年の開設時には、 上下線各3ブースであったが、2010年の第2、京阪道路全線開通に先立ち2009年秋に、上下線、各2ブースを増設した。ブース増設後全線開通までの間は、季節ブース改修のため増設ブースのみ使用し、2010年3月20日の全線開通に合わせて、改修の完了した季節ブースの使用を再開した。なお、 京都方面料金所の増設ブースのうち一ブースは仮設であり、季節ブースの使用再開後撤去された。片野北インターチェンジ、平方東インターチェンジから入った場合には当然、徴収されない。これらの入り口料金所では、入り口証明券が発見される。片野南インターチェンジ間引く、本料金所の均一性料金は出口インターチェンジで、 本料金所からの距離性料金と共に徴収される。京田鍋松井 IC のランプは京田鍋 TV と京田鍋 PA の間で分岐、合流する。新名神から第二京阪道路角間方面へは合流してすぐに料金所となるため実質的に併設される形となる。新名神高速道路が平成29年4月30日に開通します。 京都府域で初めて高速道路ナンバリング標識を設置します。西日本高速道路株式会社、2017年3月17日閲覧、ありがとうございます。